ちは、ハイジです。さあ、というわけで始まりました。沖縄にやってきて石垣島のあたりをブラブラしていましたところ、むちゃくちゃ美味しそうなプリン屋さんに出会ったので、入って食べてみようのコーナーでございます。石垣島プリン本舗といいまして、私はなんと塩味なんですけど、1個400円くらいしました。あ、母ちゃんが濃厚プリン、あ、カラメルを秘密みたいなキャラメルがついてます。キャラメル、キャラメル、キャラメルがついてます、ね。はい、ちょっと色が違いますからね。で、今なんかもうほぼのカップルみたいな感じで、可愛らしいお店の中で男2人がかなりの至近距離で並んで座ってる状態になので、バカ。何ですかそのバカ。いいですね。こっちはだから別にカラメルとかないんだよ。ああ、そうですね。バカ。色はちょっと違うかな。色違います。色違う。こっちの方がやっぱ濃いね、赤ちゃんの方が。はい、濃厚ですから。それにじゃあカラメル入れんだ。キャラメル。何なんでさっきから入れて。濃厚ですね、もう。いや、そうなんだけど、やっぱメガネの色のせいで、まともに意見聞きになんないよ、なんかして。いや、俺も塩、絶対美味しいじゃん。忘れられる味。忘れられない味だよ、これ。こんなに滑らかな食感なんてあるんだねっていうくらい甘さは抑えてる。でも塩を入れることによって余計甘さが目立ってきた。さっき赤ちゃんがくれた誕生日プレゼントさ、例えば中身見てなかったからちょっと見てみていい？プリン屋さんで男2人が誕生日プレゼント開封するっていうのは本当にほぼ丸出しなんだけど。なんだろうこれ。せーの、てて、まあエビというかザリガニというか、まあそういう手ぬぐいですね。俺のこと佐久間さんと間違えてない？